大丈夫ですか。いや、電波悪くて。電波が大丈夫ですか。どうもっす。うん。いや、リスナーとかそんな狙ってないですけど、電波が悪くて。うん。大丈夫だったの。ただいます。電波が悪かったから。うん。うん？大丈夫だった？あ、よかったっす。狙ってないんですよ。いや、無理とか、わかんない、そんな。必死じゃないよ、別に。見れた？あ、うさだるまどんつくらすかわいです。ニコルです。あ、勝ったかな、勝ったです。うん。クールナイス、決まった。ズバッと決まったです。メース。ルイージがやばい、助けられない。いや、リスワンどうなん？わかんない、全然。狙えるの？あ、まだ集計入ってないからわかんないか。どうなんだ？いや、取りに行ってない、取りに行ってないです、全然。ウサギ3位ありやす。どこが3位なの？取れてんの？リスワン。狙わなくても取れるけど、うん、イベントしてから3は、そう、重かったね。うさぎだるまどんつくらすこい、ありやす。そうりゃあ、あーみーちゃんありやす。うん、やりやがったな。じゃやってないよ。何回目のチャレンジ。電波が悪くて、うん、58分に切れちゃったけど、ダメだったリスは。知らないよ。どうでもいいよ。うん。4回目のチャレンジなの？恥ずかしいよ、それリスワン狙ってたらね。残念なの？ちょっとわかんないけど。うん。最近多かった？リスワンチャレンジ。10日からずっと取れてないの？かっこ悪い、すいません。ごめんなさい。え、でも、取れたらね、取れたら別に、いつでも取れるから。いや、狙ってないですよ。あ、チュパで審議中？うん、ごめんなさい。明日もモンジョリチート。 2位なのリスは。確定なのそれ。確定？まだでしょ。2位なの？1位じゃないの？いや、まだ分かんないでしょ。すぐには決まんないでしょ。だって3日前からモンジョリチート取れてない。いや、まだでしょ。まだ反映されてない。まだだよ。まだだって、まだだって、早いって。いつも取れますよ。今のところ2位でしょ。いや、もうまだ見てみ、まだ決まってないからね。そんなの決まってないよ。まだ2位じゃないから、にわか黙ってろよ。まだ分からんと、そんなの。うん、確定してた？本当？まだ集計されてないぞ。まだ。まだだってこれ。審議だって。0時過ぎてからつけなきゃ。何が？何を言ってんの？なんでつけるの早すぎるの？持ち越し？何を言ってんの？58分に切れば、いいんでしょ？ん？早すぎるって何？早すぎるってバカなの？何を言ってんの？ん？ 58 分につけたら持ち越しされるの？分かってない。持ち越し？どういうこと？ごめん、ちょっと分かんない。持ち越しになっちゃうの？58分に切ったやつが？バカなの？リスワン苦戦したことないか知らなかった？は？ならないよね。は？何言ってんの？何を言ってんの？知らないよ、うん、ならないよ。持ち越しはこの枠だよ。そうだよ。はあ？何を言ってんの？0時前に付け直したから。公式ページ見ろよ。1回切ったら大丈夫やろ。
59分につけても大丈夫だろ。何を言ってんだよ。何言ってんの。今の持ち越しになっちゃうの。58分で切ったやつ。審議だ審議。何つけるの早いの早いよって。養分に聞きや。日をまたがないと。ん？あかんね。絶対嘘。あ、まだ審査中。このまま確定したら2位ドンつくらすか。あ、そうなんす。いや、まだわかんないですよ。集計されてないから。まだわかんないですよ。審議入ってるよ。切ったところで集計だよ。まだわからない。絶対。うん。電波が悪かったから切ったけど、いつでも取れるよ、そんなの。0時回らないとダメとかないよ。毎回チャレンジして2位？大丈夫でしょ。おめでとう言って。ちょっと狙ってない。うん、そう、0時回ったところで集計。おめでとうありやす。2位おめでとうじゃない、1位おめでとうございます。1位だよ。うん、狙ってないよ。今日も頑張られます。2位じゃないよ、1位だろって。うん、あのね、2位狙いなんですね、いつも僕。でも1位はね、取らないようにしてるんです、いつも。接戦の方が面白いでしょ。2位狙いだから。うん、1位はね、もう取り飽きたのよ、ぶっちゃけ。そう、2位を取って笑いに変えたくてさ。お前狙ってて2位なのみたいな。2位はね、5000円もらえるんですよ。で、5000円を取り続けて最後に1位を取って1万円もらおうかなと。リスさんはあの一回取ったらもう取れないんで、うん、5000円ずっと取り続けてるんです。だから5000円。昨日も2位でしょ、今日も2位。そう、これできないよ、毎回2位狙うの。ずっと2位でしょ俺。そう、こっちは賢いんだよ。うん、美味しいよこれは。10万入れてください。かましいよな。そしたらお前相当金いるぞお前。毎回嘘つくんだから俺。密にはってことでしょ。密には嘘つかないってことでしょ。2位じゃダメなんですか。2位でいいですと思う。うん、2位でいいです。だから密に嘘つかなきゃいいんでしょって。2位もらえますよ、5000円。ありがとうございます。リスナーにやります。確定したら言って。まだ審議中。まだ早く決まんねえかな、マジ。チュパってやつが、チュパってやつってさ、何、58分で切ったの、もしかして。チュパはリスワン意識してた。チュパ見てた。58分で切った、もしかして。あいつ、ま、持ち越してる。切ったんだあいつ。狙ってた。うざ、狙ってたんだ。マジかよ。1万9000円台だった。でもさっき7000ぐらい持ってたからね俺。うん、切ったんだ。そんな持ってないんじゃない。同じ人が見てたらあのプラスされないから。うん、どっちが勝つと思うこれ。あの全然リスアンリスアンってコメントなかったよね。うん、びっくりしたね。どっちが勝ったと思う。チュパが勝つ？どっちが強いと思う？うん。チュパは3000ぐらい持ってた。3000か。じゃあ俺6000か7000持ってたよね。いやーいい勝負じゃないの？うん。いやーせいちゃんしか勝たんよ。せいさん勝つかも、ドンつくらすか。そうでしょ？そうなんですよ。ボンジョリチート使ってリスワン取れなかったのザマーを演出したかったんですよ。ボンジョリチートでね、リスワン取れなかったら恥ずかしいでしょ。うん、せいちゃんもまだ反映されてないから2位狙いなんだけどね。2位狙いなんだけど、そうチートはずる。2位になってる。うん、あんたミツさんと話してる時にリスワンのこと考えてないでしょ。電波が悪くて
切れちゃいました。まだ確定してないでしょ。まだだよね。うん。7000じゃ2000ぐらいしか反映されないよ。まだでしょ。2位じゃないよ。1位だって。うん。まあ2位でもいいけどね。なってないからまだ。審査中になる前に一瞬反映されたの出てるよ。2位じゃねえから。明日こそ取るか。明日こそ。うん。いいよ、じゃあもう2位で。リスは2位でうるさいからもう。ごめんなさい、2位です。ああ、2位でいいよ。またチャレンジするぞ。うん。明日も狙うから2位をね。2位でいいよ。1位取るとさ、うるさいから。うん、過疎に取らせてやれよ。ドカソによ、チュパってやつよ。ドカソに取らせてやれよ。奈々ちゃんのチートな、美味しかったんだろ、奈々ちゃんのうんこが。取らせてやれよ。過疎に負けたよ、うん、そう、大阪からわざわざ行ったんだろ、新幹線乗って。貴重丼作らすかい。せい2位ね、せい2位。Z と2がね、一緒に。オワコンです。ラスコイ。身内だけないっす。いいオワコンでも。ごめんなさい、2位です。しょうがない。チートには勝てないよ。でもさ、今日、奈々ちゃん一緒にご飯食べてるのに、ワタキンの枠で2000人だったぜ。2000人しかなかったぜ、ナナちゃんつってんのに。飯食ってて、うん。カソというの最低だ。なんだてめえこの野郎。おい、ステアカみてえなやつ。これ何、これパンジー。絶対ババアだろこれ。カーラー巻いて寝ろってお前な。あ、ババアだろこいつ。なんだってめえこの野郎、クソババ。俺に歯向かうってのかこの野郎。誤爆かこれ。でも初コメじゃなかったな。なんだってめえこの野郎、誤爆。まあ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 、 JBA 湧いてるね、 JBA が。なんだってめえこの野郎、いちいち突っかかってきやがってよ、クソババ。ババ、サムネババでしょあれ。鉢植えの写真、これかわいいっつって写真撮ってサムネにしちゃってんねん。だって50代のババアじゃんこれ。見んなよ気持ち悪い。他行けよてめえ、クソババアが。鉢植えなんか写真撮ってんじゃねえぞこの野郎お前、うん、怒らないで、怒らせないでちょっと。え、ね、でこれさ、僅差で負けた時めちゃくちゃ悔しいよ。この前40人ぐらいの差で負けたん、うん、勝てるかな。負けるんだったら大差で負けたい。僅差で負けるのめちゃくちゃ悔しいんだけど、うん、大丈夫。毎日負けてる。狙ってないんだけどね、狙ってないんだけど負けるんだけど、うん、ちょっとあの土をつけたい、モンジョレチートに。うん、勝ちたい、モンジョリチートにね。やだよ、もうずっとモンジョリチートじゃねえ。ワタキンとか。あんなつまんないさ、ドカソ育てないでほしいよね。何が面白いのあれ、ワタキンとか。飲みないよ、あいつ。マジで。だって、ユメッキのがまだ伸びるんじゃない？ワタキンとかもう何なの、マジで。何回目に分かんない。3回目ぐらい。なんか話によると10日ぐらいから狙ってるらしいよ俺。うん、初めて知った。うん、人選んでやってほしいよね、ちょっとね。誰なのワタキンって。ずっとベンステなんか毎日食ってるやつでしょ。養分が送り込んだの。ゆめきくんかそっちゃった。まだ確定出てないでしょ。
2位だわ。今出た確定。嘘だろ。嘘。うーわ、マジかよ。またかよ、だる。いつ取れんのこれ。1400。だる。大佐負け。今月取れるのこれ。取れるの。うん、明日は2位狙いでいいのかな。うん、2位おめでとう。 ありがとうございます。うん、取れる俺。大丈夫、ちょっと心配になってきたんだけど。大丈夫。うん、取れないね。せっかくね、切ってないけど、電波が悪くて切ったんだけど、何の音分かんない。みーちゃん、そこのタオル危なくない？大丈夫？後ろのタオル。みんな取ってんでしょ、コリンスとか。1位の人もいいお年の人、分かんないです。何歳だろう。明日の候補、コリンス、ポルポン、ドラ猫先生が来るの。コリンス行くの、またポルポンも。コリンスもう取ってんの。せいちゃん、明日こそ頑張ドンツクラスコイ。あー、ありがとうございます。なーさん、ドラ猫さんいるの明日。うわー、もう絶対取れないじゃん。明日ポルポン。うわ、だる。もうチートだらけやんか、もう。うん、奈々ちゃんの新年会、ポルポン来る。コリンス、ムロヒ、機長も取ってる。機長も取ってんの、もう嘘でしょ。俺だけ取ってないの。やばいわ、マジ調子狂っちゃうわ、マジで。休みすぎた。ん？奈々ちゃんが新年会に誠治呼ぼうとしたんだよ。神戸にいるからなしになった。わかんだな、マジで。はぁ、2位狙うか。まあいつでも取れるよ、大丈夫だよ。いつでも取れるさ。 Z だよ、なめんなよマジで。全然ワコンなんかじゃないぜ。リスワンでそんなの欲しくないし嬉しくないよ。うん、いつでも取れるもん。気がついたら取れるから。うん、だって予算でさえ取れないんだよ。なんでか知ってる？これ俺取れないの。おすすめ規制だから、新規入ってこない。うん、そう、おすすめ規制なんだよ俺。無理があるよちょっと。そう、自分のフォロワーさんしか来てくれないんだよ。無理じゃね。うん、だ、同じリスナーさんばっかり。俺と予算一緒なんで。だから、そう、一面しか来ない、新規が来ない。いや、規制されてるよ。おすすめから来てないよ。乗ってないでしょ、おすすめ乗ってないよ俺。下の方でしょ、乗ってたとしても見ねえじゃない、そんな。乗ってないでしょ。一番上に乗ってるのチパじゃん。だってチパとムロヒでしょ。乗ってないもん。マジふざけてるよね。なんで乗せないの俺。いる？下に。どの辺にいるの？見たことないよ。だいぶ下じゃない？だいぶ下まで下がってさ、行こうかなってなんないよね。一番上の方にいないと。ムロヒが一番上なんだよ。そう。あ、ツナもいんの。解除されない。何もしてないのに通報が多いんじゃない？先月パル取れてないの。嘘でしょ。ちょっと待って、パルパル取れてないの？え、先月パルパル リスワン取れてないって本当？ちょっと見て。
取れてないかも。取れてない。パルちゃん取れてないよ。12が取れてない。だからそれぐらい難しいんじゃないの。ね。昼間だけしかやってない。お前は何時間分回してリスナーにいいなんてしょうがないだろ。今回ばっかりは藤沢奈々は化け物みたいなやつだし勝てねえだろ。ゼロワンさんは別だろ。なんであんな人気あるのかしら。誰が奈々ちゃん。用語が取れてる。水ナス。水ナスって誰のこと。ちょっとわかんない。ミッツさんわかんない。誰のこと。水ナス。水ナスって誰。ナナちゃんのこと。 なんだ水ナスって。ちょっと遠回しすぎてわかんない。あ、火薬さんは取れないですよね。あ、ツイキャスね、謝罪文送ったよ。全然解除になんない。あ、水ナスだったの今日ナナちゃん。いや、取りに行ってないんですよ。行ってないのよ。全然たまたまね、58分に切っちゃっただけ、切れちゃっただけ。あとレベルが低いからかな、ツイキャス。僕41とかなんですよ、レベルが。いや、狙ってないですね。ちょっとチートはね、なえるよね。本当に頑張ってる人がね、一生懸命リスワンとか頑張ってる人ね、なえる。どんなに頑張っても無理やん。うん、ふわっちみんちょっと育てすぎじゃない、奈々ちゃん。こんなんやってたっけ毎月。力入れすぎじゃない、ふわっちみんのチート。なんでこれ受け入れんの、いっぱい。キャスミン育てたらいいんじゃないのかな、キャスミンを。ふわっちはもうゴミしかいないんだから育てなくていいよ、つまんねえやつなんだから。マジでツイキャス育ててほしいよね。ゆめきのせいなのこれ。うん、ゴミしかいないじゃんって。ふわっち面白いやついるの。うん、ズーズーしすぎるよ、ふわみんの。マジでいないの、ふわっちじゃなくてツイキャス誰かいないの、若手で。うん、寂しいの、奈々ちゃん。ツイキャスいるだろうよ、他に新人いないの。